ナイジャー・ジャミッド・モーガンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の元プロ野球選手。1988年に、カルガリー五輪のアイスホッケーを、テレビで観戦したことがきっかけで、ホッケーを始める。下記には、野球もプレーしており、1998年には、MLB ドラフト42巡目で、コロラドロッキーズから指名を受けるが、入団しなかった。 当時はホッケーが第一目標で、ホッケーをプレーするために、カナダにある高校へ単身転校する。ジュニアホッケーリーグのバーノンバイパーズに参加し、チームで、ただの一人のアフリカ系アメリカ人ということもあって、カナダでの生活は、カルチャーショックを受けることもあったが、持ち前の明るさで周囲に溶け込んでいった。 1999年から2000年にかけて、ウエスタンホッケーリーグのリジャイナ・パッツでプレー初戦で2ゴールを決める活躍を見せたが、その後は目立った活躍ができずに、シーズン終了後に解雇された。その後、モーガンはホッケーを諦め、野球に専念することを決めた。パッツのパーカー GM は、当時のモーガンを振り返って、いつも笑顔のムードメーカーだったが、 オッケーの才能は平均レベルだったと述べている。ピッツバーグパイレーツ時代2001年にワシントン州のわら,わらコミュニティカレッジに入学し、2002年に MLB ドラフト33巡目でピッツバーグパイレーツから指名され、7月29日に入団した。2003年から2007年までマイナーで5シーズンを過ごした後、2007年9月1日の 対ミルウォーキーブルワーズ戦においてメジャーデビューを果たす。以後、シーズン終了まで28試合に出場し、打率299、7盗塁を記録。2008年は、ネート・マクラウスとの定位置争いに敗れ、サンエインディアナポリスへ降格した。シーズン終盤にメジャーへ復帰すると、9月には月間打率354をマークした。 ワシントンナショナルズ時代2009年6月30日に、ラスティングス・ミレッジ、ジョエル・ハン・ラハンとのトレードで、ショーン・バーネットと共にワシントンナショナルズに移籍した。8月27日にスライディングで指を骨折し、シーズンを終えることになったが、120試合の出場ながら、リーグ2位の42盗塁をマークした。2010年5月22日のボルチモア・オリオールズ戦。 同点で迎えた4回の表、オリオールズのアダム・ジョーンズの放った大飛球に対して、フェンス際でジャンプキャッチを試みるが失敗。フェアグラウンド内を転がるボールに気づかないモーガンは、自分がスタンド内に叩き込んで、ホームランにしてしまったと思い込み激行し、グラブを地面に叩きつけて、ボールのない方向に歩き出してしまう。駆けつけた味方野手が返球するが、 三塁走者はもちろん、打者走者まで、本塁生還を許してしまう。このプレーをもっての交代はなく、その後に打席にも立ったが、本拠地観客の大ブーイングを浴びることになった。試合はナショナルズが勝っている。8月21日の敵地でのフィラデルフィアフィリーズ戦で、ヤジに怒って、ボールを観客席に投げ入れ、そのボールが観客の顔面に当たるという事件が起きた。 MLB 機構はモーガンに7試合の出場停止処分を下したが、モーガンは故意ではないとして異議を申し立てた。最終的に被害者側がモーガンを擁護したため、処分は取り下げられた。8月27日のセントルイスカージナルス戦では、僅差の終盤に牽制死したモーガンをいめた、監督のジムリグルマンと衝突し、翌28日には打順を1番から8番に、 下げられた。この打順降格に不満を持ったモーガンは、ウィリー・ハリスの適時に二塁打で生還した際、ホームベースから離れて立っていた相手保守の、ブライアン・アンダーソンに激しくぶつかった。ナショナルズが大量リードしていたということもあって、このプレーは激しく批判された。試合後、リグルマンは、アンダーソンとカージナルス監督のトニーラ・ルーサに、謝罪した。 31日のフロリダ・マーリンズ戦では、本類紛死の際に、相手保守のブレッドヘイズに激しいタックルを食らわせた。モーガンが普通にスライディングしていれば、セーフのタイミングであったため、またしても、非難の声が上がった。翌9月1日、4回表に、マーリンズのクリス・ボル・スタッドがモーガンに、明らかな報復支給を与えた。モーガンは一塁へ向かったが、十四から三と、 大量リードされている状況だったのにもかかわらず、二投、三投を立て続けに行った。大量得点差での盗塁は5ハットという野球の不分率を犯したモーガンには、6回の打席では死球にはならなかったが、体の後ろを通る危険球を受けた。モーガンは月光してボルスタッドに殴りかかり、4人の退場者を出す大乱闘へと発展した。この一連の騒動は、 全米で大きく報じられ、野球界切手の問題児としての知名度を高めた。9月3日に、MLB 機構から8試合の出場停止と、罰金1万5000ドルを命じられた。ミルウォーキーブルワーズ時代2011年3月27日に、トレードで、ミルウォーキーブルワーズに移籍した。投塁数は大きく減ったが、打率は2年ぶりに3割を超えた。 アリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズ第5戦では延長10回に主君のサヨナラダを放った。2012年1月26日に年俸235万ドルで1年契約を結んだ。小中堅守として開幕を迎えたが MLB 史上最長となる開幕から138、打席連続で打点なしという打撃不振に陥り、 青木のリチカのレギュラー定着もあって、次第に出場機会が減少していった。オフの11月2日に FA となった。2013年1月24日に横浜 DNA ベイスターズと1年契約に合意したことを発表した。背番号は27。27番は、 全身の太陽ホエールズ時代から長年投手の背番号として扱われていたため野手でこの番号をつける選手は1961年のスタンレー橋本以来であった。横浜 DNA ベイスターズでの現役時代オープン戦では17試合に出場したが長打と打点が1本もなく打率も152と低調だった。それでも3番。 右翼開幕スタメンを勝ち取ったが、開幕後も深刻な打撃不振が続き、4月20日に登録抹消された。しかし、降格後に2軍で打率3割を維持し、5月1日に再登録されると、その後は主に1番、2番打者として本領を発揮。5月10日の巨人戦6回戦では7回の裏に、初打点、初本塁打を記録し、 7点ビハインドをひっくり返す大逆転勝利に貢献。その後はそれまで結果が出せていなかった3番打者としても活躍。6月15日の西武戦3回戦では、牧田和久から逆転の3ランホームランを放ち、来日後初めてのお立ち台に登った。その後も打撃、人気の両面でチームに貢献。 最終打率は3割近くにまで達したものの、肩が弱く、金銭面での折り合いがつかないため、オフの残留交渉では、合意に至らず、12月2日に自由、契約公示されたのを機に対談した。2014年1月16日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。3月30日に、インディアンスとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。 開幕後は9試合に出場したが、4月15日に、聖中堅守のマイケル・ボーンが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級コロンバス・クリッパーズへ降格した。5月4日にメジャーへ再昇格した。昇格後は、マイケル・ボーンの離脱もあり、先発起用されていたが、5月14日のトロントブルージェイズ戦で右膝を痛め、5月15日に15日間の、 故障者リスト入りした。5月22日に60日間の故障者リストへ移動した。その後メジャーへ復帰することなく、8月5日に放出された。2014年12月18日に久保のハンファイーグルスが契約を結んだ。2015年はキャンプは2軍スタートだったものの、開幕戦は5打数4安打と奮闘。しかしその後は調子を落とし、 10試合のみの出場で2、軍降格。2軍降格後は腰痛に苦しみ、打率。214と調子が上がらず、5月6日に、ウェーバー工事を申請された。2016年1月22日にメキシカンリーグの、プエブラ・パロッツと契約。2017年2月21日にトレードで、モンクローがスティーラーズに移籍した。引退後は、妻と共に、 アメリカで不動産投資家として活動している。2019年6月7日から9日の対埼玉西部ライオンズ戦に来場。GG 佐藤、長田周一郎と対決し、最終日の始球式では、花咲徳栄高等学校の当主、モーガン君に噴して、柳沢慎吾,吾を率いる横浜高等学校と対戦、ファンを沸かせた。足が速く、 MLB 通算約69%と、投塁成功率は低いが、ベースランニングは優秀で、2009年には、ナショナルリーグ16球団の監督が選ぶ、リーグ最高のベースランナーの一人に、ノミネートされた快速を持ち味とした。長打力には、欠けるが、快速を生かした、バントアンダが得意で内野アンダが多い。 右投手に対しては2014年までのメジャー通算打率297と得意としたが左投手には同打率205と極端に弱かった肩の強さは平均を下回るが中堅手として2014年までのメジャー通算の DRS6、ウザー31.5を誇り守備範囲が広い後方への大飛球に強くフェンスを恐れない勢いで 背面キャッチを見せた。一方で判断ミスも目立ち、中堅守での通算守備率は989だった。前室の開幕から138打席、連続打点なしや、日本に来てからも4月は打撃不振で2軍に降格するなど、開幕当初は不調なケースが多かった。モーガン自身も自分はスロースターターで4月に苦労したことが5月に花、 開くと語っている。闘争心を剥き出しにする性格でメジャー最強のクレイジーと呼ばれる。上述のように2010年には試合で様々なトラブルを起こして話題となっており、特にクリス・カーペンターとは対戦するたびに怒鳴り合い、2011年9月8日のセントルイス・カージナルス戦でカーペンターとの対戦で三振した後には、 紙タバコをカーペンターに向かって放り投げ、両軍入り乱れての乱闘を引き起こした。また、同年までカージナルスに所属していたアルバート・プホルスを、ツイッター上で、アルバータと女性型で呼んで挑発したこともあり、ブッシュスタジアムでの試合の際には、セントルイスのファンから大ブーイングが浴びせられる。一方で、ワシントンやミルウォーキーのファンからは、攻守で、 全力プレーを見せることから人気が高い。野球選手はエンターテイナー。観客に見せる試合は舞台と一緒と語り、試合ではトニー・プラッシュという別人格を用いているといい、インタビューではたびたびトニー・ガンボなどといった複数の別名義で出演したり、エルビス・プレスリーのかつらをかぶってインタビューを受けるなどの極めて陽気なキャラクターで人気を博した。 2012年に、ブルワー,ーズでチームメイトだった、青木のリチカはモーガンについて、トラブルメーカーのイメージがあると思うんですけど、そんなこと全然なくて、とてもあったかい人間で、すごく好きなタイプの選手ですねと述べている。上記の通り、MLB では、クレイジーと呼ばれる存在であったが、NPB 移籍後は、日本では、いい子になろうと思ってると語っており、決めポーズを披露したり、 日本語での挨拶、ファンへのサインなど、サービス精神旺盛な面を見せている。7月15日の対ヤクルト戦後に勝ち投手になった、長田周一郎と共にヒーローインタビューを受けた際には、インタビュー中のスタジアム DJ からマイクを渡され、ありがとうございます、あばよ。と叫ぶパフォーマンスを見せた。ハンファ時代も、トニープラッシュのパフォーマンスを見せ、チーム公式の応援でも、 t の字を描くポーズが取り入れられた。横浜時代は鳴り物を使う日本の応援スタイルを機に入り、打席では自身の応援歌の歌詞、ゴーゴーゴーに合わせ、ホームベースをバットでコツコツと叩いてリズムをとっていた。19歳の時に2つ年下の女性との間に、生まれた娘がカナダにおり、右手首に娘の名前を彫ったタトゥーを入れている。 ありがとうございます。